中国の歴史、あるいは中国史の対象は中国大陸の地域史であり、漢民族を中心に様々な異民族を加えた歴史である。中国の黄河文明は古代の世界四大文明の一つに数えられ、また黄河文明よりもさらに遡る長江文明が存在した。以降、現代までの中国の歴史を記す。中国の歴史においては政治的統一による 平和の時代と国家崩壊及び戦争の時代が交互に繰り返された。最近のものは国境内戦である。時折中国は遊牧民による支配を受け、最終的にそのほとんどは漢民族の文化、人口に同化された。複数の王朝と戦国武将が支配する時代において、中華王朝は中国大陸の一部または全部を支配してきた。 いくつかの時代には、現在のように、支配は、新疆ウイグル自治区とチベットにまで及んだ。歴代の王朝は、皇帝が広大な領土を直接支配することを可能に、する官僚制度を発展させてきた。紀元前206年から西暦1912年までは、日常的な統治業務は、市大部と呼ばれる特別なエリートによって処理された。 その官僚は過挙によって慎重に先行された。最後の王朝である清は、1912年の中華民国建国によって滅亡した。現在の中国、すなわち中華人民共和国の領域中国に現れた、最初期の人類としては、元はかりごと原人や間元人、そして北京元人が主である。中国大陸では古くから文明が発達した。 中国文明と呼ばれるものは大きく分けて、黄河文明と長江文明の二つがある。黄河文明は旗作が中心、長江文明は稲作が中心であった。黄河文明が歴史時代の陰や州などにつながっていき、中国大陸の歴史の中軸となった。長江文明は次第に中央集権国家を創出した黄河文明に同化吸収されていった。 長江文明派なる長江長江文明は稲作発祥地として中国の発展の基盤となった。黄河文明達山文化時代の高槻。1976年三島小出土高が文明はその後の中国の歴史の主軸となる。両河文明両河文明は黄河文明にも大きな影響と与えたとされる。天地いはじめ、海天壁地万古、除花、ふっつぎ。 総決、戦力応援、私有親王私有、皇帝、総決行春時代行春四協四罪、芸儀時代、芸儀婚ますます芸によって退治されたという悪獣たち、式では伝説と目される三皇五帝の時代に続き、最初の王朝国家として夏朝が創始された。しかし、その実在性については、議論が存在する。 陰が実在の確認されている最古の王朝である。陰では王が占いによって政治を行っていた。陰は以前は三島で起こったとされたが、近年は河北付近に起こったとする見方が有力で、甲が文明で生まれた村のうち兄弟になり発展した都市国家の名手であったと考えられる。青春期限前11世紀頃に陰を滅ぼした州は、 各地の有力者や王族を諸行として、封建制を行った。しかし、州王朝は徐々に弱体化し、異民族に攻められ、紀元前770年には、聖州へ遷都した。その後、四季、州本義によれば、拳銃の侵入により、聖州が滅び、落葉に、東州が再興されるが、平瀬高尾の検討によれば、衆王が殺害された後、短期間慶応がにし、 平王が東に平立し、紀元前759年平王が慶王を滅ぼしたと考えられる。平王の下で、衆は落葉にあり、青州の古地には旗が入る。これ以降を春秋時代と呼ぶ。春秋時代には、衆王朝の権威はまだ残っていたが、紀元前403年から始まるとされる、戦国時代には、衆王朝の権威は無視されるようになる。 東州諸子百科の一、孔子春秋戦国時代は、諸公が争う戦乱の時代であった。春秋時代春秋時代は、都市国家の名手同士の戦いだった。しかし、春秋末期最強の都市国家進むが三分割された、頃から様子が変わる。その当時の進むの有力な家臣六夜が、相争い、最初力が抜きん出ていた里氏氏が弱小な長子を攻めた、ものの、 長氏が農村を経済的ではなく、封建的によく支配市場を守りきり、疲弊した雑都市氏を、義氏、藩氏が攻め滅ぼしたことで、最終的に進むは、長義藩の三氏に分割され滅亡した。このこともあって、それまで人口多くても、せいぜい五万人程度だった都市国家が、布国協兵に努め、商工業が発達し、貨幣も使用し始めやがって領土国家に、 変貌思想の国土となった旧都市国家は30万人規模の都市に変貌する。また鉄器が普及したことも相まって農業生産も増大した。諸子百科またこのような戦乱のようどのように過ごすべきかという思想が様々な人たちによって作られた。このような思想を説いた人たちを諸子百科という。戦国時代真の分裂以後を一般に戦国時代という。 旗はじめ皇帝現在の先ンセあたりにあった旗は戦国時代に着々と勢力を伸ばした。勢力を伸ばした背景には厳格な法律で人々を統治しようとする方家の思想を採用して布国強兵に努めたことにあった。旗王政は他の6つの列強を次々と滅ぼし、紀元前221年には史上初めての中国統一を成し遂げた。旗王姓は 自らの偉業を称え、王を超える称号として皇帝を用い、自ら始皇帝と名乗った。平馬用始皇帝は、皇家の利子を登用し、中央集権化を推し進めた。この時、中央から派遣した役人が、全国の各地方を支配する軍権制が施行された。また、文字、貨幣、度量衡の統一も行われた。さらに、 当時モンゴル高原に勢力を持っていた遊牧民族の強度を防ぐために万里の長城を建設させた。さらに軍隊を派遣して強度の南下を抑えた。また、峰南地方にも軍を派遣し、この地にいた百越所族を制圧した。しかし、このような中央集権化や土木事業、軍事作戦は人々に多大な負担を与えた。そのため、 紀元前210年に始皇帝が死ぬと、翌年には陳、陳昌、五皇の乱という農民反乱が起きた。これに刺激され各地で反乱が起き、ついに旗は、紀元前206年に滅びた。祖関戦争五漢時代に改良された、上旗が滅びた後、劉邦と皇羽が覇権をめぐって争ったが、紀元前202年には、劉邦が皇羽を破り、漢の皇帝となった。 完全カンシルクロードズ流法は、始皇帝が急速な中央集権化を推し進めて、失敗したことから、一部の地域には、親戚や進化王として治めさせ、他の地域を中央が直接管理できるようにした。これを軍国制という。しかし、紀元前154年には、各地の王が、中央に対して、クレスワイ七国の乱と呼ばれる反乱を起こした。この反乱は鎮圧され、結果として、 中央集権化が進んだ。紀元前141年に即位した武帝は国内の安定もあり対外発展を推し進めた。武帝は強度を撃退しシルクロードを通じた西方との貿易を直接行えるようにした。また朝鮮半島北部、ベトナム北中部にも侵攻した。これらの地域はその後も強く中国文化の影響を受けることとなった。また武帝は 当中女の意見を聞いて、儒教を統治の基本とした。これ以降、中国の王朝は基本的に儒教を統治の基本としていく。一方で、文帝の頃より、貨幣経済が後半に浸透しており、度重なる軍事行動と相まって農民の生活を苦しめた。漢の宮廷では、貨幣の浸透が農民に不利益であることがしばしば論じられており、 農民の救済策が検討され、負傷を中心に増税を行うなど大土地所有を抑制しようと努力した。また、儒教の国教化に関連して、儒教の教義論争がしばしば宮廷の重大問題とされるようになった。ちなみに、この頃、イエス・キリストが生まれ、以降は紀元後となる。五感八年には、王網が皇帝の位を奪って一旦官を滅ぼした。 王毛は当初儒教主義的な独自政治を行ったが、相次ぐ貨幣の懐中や頻繁な地名、官名の変更など理想主義的で、恣意的な政策を行ったため徐々に民心を失い、偏教移民族が頻繁に侵入し、赤備の乱など艦の復興を求める反乱が起き、内乱状態に陥った。結局、艦の皇族の血を引く流州によって、官王朝が復興された。 この劉州が建てた館を五館という、王朝初期には、雲南に進出し、また藩朝によって、再域経営が行われ、シルクロードを抑えた。初期の五館王朝は、皇族連合的な政権であったが、朝廷の時代までは、中央集権下に努め、安定した政治が行われた。しかし、安定時代以後外籍や、宦官,官の権力の増大と官僚の党派対立に、 悩まされるようになった。黄巾の乱三国決戦の地、赤壁五冠末期の184年には、黄巾の乱と呼ばれる農民反乱が起きた。これ以降、隋が589年に中国を再統一するまで、一時期を除いて中国は分裂を続けた。この隋の再統一までの分裂の時代を、疑心南北朝時代という。また、この時期には、 日本や朝鮮など中国周辺の諸民族が独自の国家を形成し始めた時期でもある。黄金の乱が鎮圧された後、豪族が各地に独自政権を立てた。中でも有力であったのが五冠王朝の皇帝を要していた曹操である。しかし中国統一を目指していた曹操は208年に赤壁の戦いで江南の豪族孫権に敗れた。 結局、曹操の死後、220年に、曹操のこの曹丕が、五冠の皇帝から皇帝の位を譲られ、義を建国した。これに対して、221年には、現在の四川省に拡挙していた劉備が皇帝となり、職を建国した。さらに、江南の孫権も229年に皇帝と称して、呉を建国した。この義、呉。 食の三国が並立した時代を三国時代という、宗義三国の中で最も有力であったのは魏であった。魏は五官の半分以上の領土を継承したが、戦乱で荒廃した地域に積極的な遁殿を行い、支配地域の国力の回復に努めた。魏では管理統用法として、区本官任法が行われた。進むによる統一三国は基本的に、 義と呉、れ、食道名との争いを軸として、しばしば交戦したが、諸がまず263年に義に滅ぼされ、その義も有力な進化であった。柴縁に265年に皇帝の位を譲るという形で滅亡した。柴縁は皇帝となって国語を進むと命名し、さらに280年に呉を滅ぼし、中国統一を達成した。しかし、 300年から定位をめぐって各地の皇族が戦争を起こした。五個十六国この時、五個と呼ばれる異民族を軍隊として用いたため、これらの民族が非常に強い力を持つようになった。316年には五個の一つである郷土が神を一旦滅ぼした。これ以降、中国の北方は五個の建てた国々が支配し、南方は 高難に避難した新王朝が支配した。この時期は戦乱を憎み宗教に頼る向きがあった。代表的な宗教が仏教と道教であり、この二つの宗教は時には激しく対立することがあった。東進と南朝江南を中心とする中国の南方では異民族を恐れて中国の北方から人々が多く移住してきた。これらの人々によって 高難の開発が進んだ。それに伴い、貴族が大土地所有を行うということが一般的になり、貴族が国の政治を左右した。一部の貴族の権力は、しばしば皇帝権力よりも強かった。これらの貴族階層のものにより、三文、諸蛾等の陸長文化と呼ばれる文化が発展した。東神滅亡後、宋、西、梁・陳という四つの王朝が、 江南地方を支配したが、貴族が強い力を握ることは変わらなかった。両の武帝は仏教の保護に努めた。北朝北方では、千貧族の王朝である北魏が台頭し、439年には河北を統一した。471年に即位した高富帝は、官家政策を推し進めた。また、土地を国家が民衆に割り振る、近伝制をはじめ、 実料制の基礎付けをした。しかし、このような勘化政策に反対する者がいたこともあり、北義は正義と闘義に分裂した。正義は北州へと、闘義は北西へと王朝が交代した。577年には北州が北西を滅ぼしたが、581年に隋が北州にとって変わった。589年に隋は陳を滅ぼし、中国統一を達成した。 疑心南北調表も参照。随ファイル、ケイザーカナル 01.jpg 現在でも、使用される、世界最大の大運河随の文帝は、近伝性、素養調整、不平性などを進め、中央集権化を目指した。また同時に、区本中製法を廃止し、試験によって実力を図る家居を採用した。しかし、文帝の後を継いだ要題は、困難。 河北を結ぶ大運河を建設したり、度重なる遠征を行ったために財政が逼迫し、民衆の負担が増大した。3回目の航空遠征に合わせて農民反乱が起き、618年に隋は滅亡した。日本の聖徳太子から遣隋使が送られた。当当時世界最大の都市だった、長安のシンボルタワー、大岩諸島聖陶隋に代わって中国を支配したのが、 唐である。唐は、基本的に、隋の支配システムを受け継ぎ、626年に、即位した大僧は、素養調整を整備し、律令制を完成させた。唐の都の長安は、当時世界最大級の都市であり、各国の商人などが集まった。長安は、西方には、シルクロードによって、イスラム帝国や、東ローマ帝国などと結ばれ、ゾロアスター教、京教、 マニ教をはじめとする各地の宗教が流入した。また、文化史上も当時代の死は最高のものとされる。武州党大操の死後着々と力をつけた大操と、その子の構想の皇后不足点はついに690年政権を散脱し、中国史上唯一の女皇帝に即位し、国号を衆とした。政党から万党へ百十二年に元祖は党を再興させて、 国内の安定を目指したが、すでに律令制は制度疲労を起こしていた。また、周辺諸民族の統治に失敗したため、辺境に強大な軍事力を持った、節度市を置く必要が出てきた。節度市は、軍権以外にも、後に民政権、財政権も持ち始め、755年には、節度市の安禄山たちが、安市の乱と呼ばれる反乱を起こした。この反乱は、 白シギや僕方オン、ウイグル帝国の大使のよう守るらの活躍でなんとか鎮圧されたが、反乱軍の投稿者の勢力を無視できず、投稿者を節度誌に認じたことなどから、さらに各地で土地の私有が進み、土地の国有を前提とする禁伝性が行えなくなっていった。結局政府は土地の私有を認めざるを得なくなり、律令制度は崩壊した。 875年から884年には、高層の乱と呼ばれる、農民反乱が起き、東王朝の権威は失墜し、各地の節度師はますます権力を強め、907年には、節度師の一人である、朱善中が党を滅ぼした。党の滅亡後、各地で、節度師が、相争った。この時代を五代十国時代という。この戦乱を沈めたのが、 960年に皇帝となって僧を建国した蝶教員である。ただし、宋が完全に中国統一を達成したのは蝶教員の死後の976年である。北宋と両聖下北宋公衆北宋初の皇帝蝶教員は、節度師が強い権力を持っていたことで戦乱が起きていたことを考え、軍隊は文官が率いるという文字主義を取った。 また、これらの文官は、科挙によって登用された。うからは、科挙の最終試験は、皇帝自らが行うものとされ、科挙で登用された管理と皇帝の結びつきは深まった。また、多くの国家機関を皇帝直属のものとし、中央集権、皇帝権力強化を進めた。科挙を受験した人々は、大体が地主層であった。これらの地主層を次第部と呼び、 後の新代まで、この僧が皇帝権力を支え、管理を排出し続けた。両、聖火等は、その強大な力によって、周辺諸民族を影響下に置いていたが、党の衰退によって、これらの諸民族は自立し、独自文化を発達させた。また、僧は、文字主義を採用していたため、戦いに不慣れな文官が軍隊を統制したので、軍事力が弱く、 周辺諸民族との戦いにも負け続けた。中でも、吉丹族の領タングウト族の成果は、中国本土にも侵入し、層を圧迫した。これらの民族は、疑心南北朝時代の五個と違い、中国文化を唯一絶対なものとせず、独自文化を保持し続けた。このような王朝を、征服王朝という。広大のもや、清も征服王朝であり、以降、 中国文化はこれらの周辺庶民族の影響を強く受けるようになった。庶民文化の発達とほど、主理学文化的には、経済発展に伴って庶民文化が発達した。また、次第部の中では、新しい学問を求める動きが出て、儒教の一派として、朱子学が生まれた。南宋と金、モンゴル南宋1127年には、金の圧迫を受け、宋は、 高南に移った。これ以前の層を北層以降を南層という。南層時代には江南の経済が急速に発展した。また、すでに東大の終わりから陸上の東西交易は衰退していたが、この時期にはムスリム商人を中心とした海上の東西交易が発達した。当時の層の特産品であった陶磁器からこの交易路は当時の道と呼ばれる。 南宋の首都にして海上貿易の中心港だった甲州は経済都市として栄え、元時代に中国を訪れたマルコポーロは甲州を世界一繁栄し、世界一豊かな都市と評している。モンゴルの台東13世紀初頭にモンゴル高原でチンギスアセがモンゴルの諸部族を統一し、ユーラシア大陸各地へと征服運動を開始した。 モンゴルは東ヨーロッパ、ロシア、小アジア、メソポタミア、ペルシャ、アフガニスタン、チベットに至る広大な領域を支配し、この帝国はモンゴル帝国と呼ばれる。モンゴル帝国は各地に王族や官土有力者を分蜂した。モンゴル帝国の五代目の君主にクビライが即位すると、これに反発する者たちが反乱を起こした。結局、 モンゴル帝国西部に対する大藩直轄支配は消滅し、大藩の政権は中国に軸足を置くようになった。もっとも、西方が流反しても、帝国としての緩やかな連合は保たれ、ユーラシアには平和が訪れていた。1271年にクビライは元を国号として、中国支配を進めた。南宋とモンゴルの関係中国もまた、 モンゴル帝国の征服活動の例外ではなかった。当時、黄河が南流し、三島半島の南に流れていたため、漢民族は北方民族の攻勢を防げなかった。河北は満州系の女神族による金が、南部を南宋が支配していたが、金は1234年、南宋は1279年に、モンゴル帝国に滅ぼされた。 中国南部を支配していた南宋を1279年に元朝が滅ぼしたのはすでに見た通りである。元遊牧体制から中華王朝へ、モンゴルの元朝の中国支配は伝統的な中国王朝とは大きく異なっていた。モンゴル人は中国の伝統的な統治機構を採用せず、遊牧民の政治の仕組みを中国に移入したからである。元の支配階級の人々は、 すでに西法の優れた文化に触れていたため、中国文化を無批判に取り入れることはなかった。それは政治においても同様だったのである。それに伴い、伝統的な統治機構を担ってきた、儒教的な教養を身につけた、次第武装は礼遇され、政権から遠ざけられた。そのため、彼らは、曲や小説などの娯楽性の強い文学作品の執筆に携わった。 この時代の曲は原曲と呼ばれ中国文学史上重要なものとされる。また、モンゴル帝国がユーラシア大陸を広く支配したために、この時期は東西交易が前代に増して盛んになった。頑張は宮廷費用などを浪費しており、そのため塩の栓培策や紙幣の乱発で収入を増やそうとした。しかし、これは経済を混乱させるだけであった。 漢民族の復興モンゴル人の統治の下庶民の生活は困窮だった。こうした中、各地で反乱が発生した。中でも、最大規模のものは1351年に勃発した、交換期に出会った。交近島の中から頭角を表した、主元象は、1368年に、南京で皇帝に即位して、民を建国した。同年、主元象は、 元朝の国との大都を陥落させ、元の政府は、モンゴル高原へと撤退した。撤退後の元朝のことを北元と言い、民と北元は、しばしば争った。民側は1388年に北元は滅んだと、称しているが、実質的にはその後も、両者の争いは続いた。帝和の南海大遠征の時の巨漢、宝船、帝和の大航海、後部三の死後、 孫の県分帝が即位したが、後部帝の四男である主体が反乱を起こし、主体が英楽帝として皇帝になった。英楽帝はモンゴルを攻撃するなど、積極的に対外進出を進めた。また、帝話を南洋に派遣して、諸国に朝貢を求めた。この時の船が近年の研究によって、長さ170メートル余り、 幅50メートル余りという巨漢で、その約70年後の大航海時代の船の5倍から10倍近い船であったことが分かっている。また、エーラ組門によって、現在に至るまで世界最大の宮殿である、紫金城が北京に築かれた。紫金城の中心、大和殿、エーラ組門の死後、財政事情もあって、明は、解禁政策をとり、貿易を著しく制限することとなる。 この時、英楽カドを引き継いで、テーワのようにずっと積極的に海外へ進出していれば、ヨーロッパのアジアアフリカ支配も実現しなかっただろうと、多くの歴史家は推測する。その後、モンゴルが再び勢力を強め始め、1449年には皇帝がモンゴルの捕虜になるという事件まで起きた。陽明神学陽明学、王陽明を、 三照銀経済の発展と北領南は秋代の後期にはメキシコや日本から大量の銀が中国に流入し貨幣として基本的に銀が使われるようになった。そのため政府も一条弁法と呼ばれる税を銀で払わせる税法を始めた。また政庁に入ると人頭税を廃止し土地課税のみとする地庁銀制が始まった。また民進領代ともに 商品経済が盛んになり、農業生産も向上した。中国南部沿岸には和光と呼ばれる海上の無法者たちが襲撃を重ねていた。これは解禁政策で貿易が自由にできなくなっていたためである。和光とモンゴルを閉称して北領南話というが、北領南話は民を強く苦しめた。民の滅亡また皇帝による贅沢や、 多額の軍事費用の負担は民衆に重税となって押しかかってきた。これに対し各地で反乱が起き、その中で頭角を表した李自政が1644年に民を滅ぼした。南明、定主の帝皇明の滅亡後、民の皇帝一族と維新によって南明が家中、家南で建てられたが、家北から南進してきた新朝によって短期間で滅ぼされた。 南米の滅亡後も帝成功が台湾で東ズマ・王国を建てて成長に抵抗したが、こちらも短命に終わった。満州人の起源と中華支配17世紀初頭には満州でヌルハチが満州族を統一した。その子の本体寺は満州と蒙古を征服し、1636年には蒙古人から元朝の玉璽を譲られ清朝を建国した。 理事政が民を滅ぼすと、清朝の軍隊は万里の頂上を越えて中国本土へ進出し、理事政の軍隊を打ち破り9名の維新を取り込みながら中国全土を支配下に置いた。高成政制清の重視17世紀後半から18世紀にかけて高規定、陽性帝、建竜帝という3人の検定の下で、清朝の支配領域は、 中国本土と中国東北地方、モンゴルの他に台湾、東トルキスタンチベットにまで及んだ。この真の支配領域が大幅に広がった時期は4個前書の編纂など文化事業も盛んになった。しかし、これは学者をこのような事業に動員して移民族支配に反抗する暇をなくそうとした面もあった。破片戦争と 中国反植民地化の危機フランス人が描いた中国反植民地化の風刺がフランス、イギリス、ロシア、ドイツ、日本が中国を分割している18世紀が終わるまでには清とヨーロッパとの貿易はイギリスがほぼ独占していたただし当時イギリスの物産で中国に売れるものはほとんどなく逆に中国の安いお茶は イギリスの労働者階級を中心に大きな需要があったこともあり、イギリスは貿易赤字に苦しんだ。そこで、イギリスは麻薬であるアヘンを中国に輸出し始めた。結果、イギリスは大幅な貿易黒字に転じ、中国にはアヘン中毒者が蔓延した。この蔓延を重く見た、新朝政府は1839年に林即助に命じてアヘン貿易を取り締まらせた。 しかし、これに反発したイギリス政府は清に対して、翌1840年戦線復刻した。アヘン戦争と呼ばれるこの戦争では、工業化を遂げ、近代兵器を持っていたイギリス軍が勝利した。これ以降、イギリスをはじめとするヨーロッパの列強は清に対し、違法方権の承認、関税自主権の喪失、変無的再警国待遇の承認、開口。 咀嚼地の設置といった不平等条約を締結させ中国の繁殖民地化が進んだ。また、不平等条約締結の過程で清は、外、満州やトルキスタン、香港島、九龍半島、マカオ等の自国支配地域を列強に活譲させられた。国内的には太平天国の乱などの反乱もしばしば起きた。これに対し、同地帝の知性の下で、 ヨーロッパの技術の取り入れが行われた。日清戦争と交渉申請1894年から翌1895年にかけて清と日本との間で行われた日清戦争にも真は敗退した。これは、ヨウム運動の失敗を意味するものであった。この戦争の結果、伊藤博文、陸宗光の日本と李工章を代表とする新長との間で、 下関条約が結ばれ、清は台湾を日本へ活上したほか、李氏朝鮮の独立を認めた。これにより、中国の歴代王朝が長年続けてきた作法体制が崩壊した。その後、清朝は改革を進めようとしたものの、沿岸地域を咀嚼地とされるなどの、イギリス、フランス、ロシア、ドイツ、アメリカ合衆国、日本による繁殖民地化の動きは止まらなかった。 中華王朝の終焉侵害革命1911年10月の武将での軍隊放棄をきっかけに侵害革命が起こり、家中、河南を中心とした各省が新からの独立を宣言した。11月遠征外が新国内閣総理大臣に就任し、革命軍の鎮圧に当たった。12月革命軍側が南京を占領する。同月、 新国政府と独立各省との間に停戦が成立した。翌1912年1月1日、革命派の首領の尊文によって南京で中華民国の樹立が宣言された。これにより中国は北京の新国政府と南京の中華民国政府の南北両政府並立状態となる。新朝政府の遠征外及び南京政府の臨時参議院の移行により、 北京にいた新朝皇帝、溥儀は2月12日に退位し、新朝とともに中華帝国は終焉した。3月10日には南京政府の合意のもとで遠征外が中華民国臨時大総統に就任した。少数民族の同行侵害革命により、新国が消滅すると、その給料をめぐって中華民国とチベット、外、猛虎、 新疆の核勢力の間で対立が発生した。中華民国は、清の継承国として、滅亡時点の旧清史領全域の領有権を主張した。これに対して、チベト、ソト、外ーコ、新疆は、自分たちは、清朝の皇帝に服属していたのであって、中国という国家に帰属するものではなく、服属先の清史三角隊以後は、 中国と対等の国家であると主張してそれぞれ自領域の独立を目指す動きを強めた。チベットの独立運動当時のチベットの中心地だったポタラグーではダライラマを補佐していたパンチェンラマが親中的であったためにイギリスに接近するダライラマに反発し1925年に中国へ亡命した。1933年にダライラマ十三世が死去すると 中国の統治下にあったチベット東北部のアムド地方で生まれたダライラマ14世の即位式典に国民政府の施設団が列席したが式典が終了した後も妄想ーー委員会中クラベンジところを実証してラサに止まった1936年には調整中の中国共産党の公軍がカム地方東部に滞留中同地のチベット人に チベット人民共和国を葬式させたが、公軍の退出とともに、ほどなく消滅した。モンゴルの独立成功1913年、モンゴルではボグドハーンによって、チベットではダライラマ13世によって、中国からの独立が宣言され、両者はモンゴルチベット相互承認条約を締結する、東国最適承認を求め、これを認めない、中華民国とは戦果を交えた。 この状況は、モンゴル域への勢力浸透を図るロシア、チベット域への進出を狙うイギリスの介入を許し、モンゴルについては、もう、ロ、中華民国で、キャフタ協定を調印、批准して、一応の解決ができた。だが、チベットについては、西、英英が、シムラ条約を調印、批准したものの中華民国調印を拒否したために、問題の解決には至らなかった。 この問題は、最終的に、モンゴルについては、外猛虎部分のみの独立を1946年に、国民政府が承認することによって、チベットについては1951年締結の17箇条、協定によって、チベットの独立否定とチベット人の自治権確保を、ガンデンポタンと、中華人民共和国が確認したことによって、一様の決着を見た。 東トルキスタンのドーラン東トルキスタンでは19世紀中に統治機構の中国化が達成されていた。すなわち、基人の三将軍による軍政と地元ムスリムによる別区官人制に変わり、新疆省を頂点として将来を府、州、県に行政区画した各地方に官人可挙官僚を派遣して統治する体制である。そのため、侵害革命時、 東トルキスタンでは地元ムスリムがチベットやモンゴルと歩調を合わせて自身の独立国家を形成しようとする動きは見られず、新疆省の当局者たちは速やかに新共和国へ合流する姿勢を示した。この地ではウシ新が自律的な政権を維持し、またソビエト連邦と独自に難民や貿易の問題について交渉した。ウシ新の暗殺後は、 金主人が実権が握ったが、彼は重税を犯して腐敗した政治を行ったため、1931年には大規模な内乱状態に陥った。その後金主人の部下であった森世彩が実権を握るようになり、彼はソ連に習った政策を打ち出して徐々に権力を強化した。一方で、 ウイグル人が主体となって1933年から1934年と1944年から1946年に東トルキスタン共和国の独立が宣言されたが、いずれも新疆省内の一部地域を支配するに止まった。遠征外の台頭と、停政運動、遠征外中華民国成立後、1913年2月に国会議員選挙が実施され国民党が圧勝した。 3月、議会からの圧力を警戒した、遠征外は、国民党の総教人を暗殺した。遠征外は新歩党を組織し国会内での勢力拡大を図り、議会主義的な国民党の勢力削減を企てた。国民党の急進派はこれに反発し、第二革命を起こしたが鎮圧された。1913年10月に、園は正式な大総統となり、 さらに11月には国民党を非合法化し、解散を命じた。1914年1月には国会を廃止、5月1日には立法府の権限を弱め、大総統の権力を大幅に強化した中華民国、約法を交付した。園は列強から多額の借款を借り受けて、積極的な軍備強化、経済政策に着手した。 当初列強の遠政権に対する期待は高かった。しかしこのような外国依存の財政は、後に列強による中国の繁殖民地化をますます進めることにもなった。第一次世界大戦が始まると、新規借款の望みがなくなったため、円は財政的に行き詰まった。また、同時期に日本が中国での権益拡大に積極的に動いた。 1915年5月9日に、円が大隈重信内閣の21箇条要求を受けたことは大きな外交的失敗とみられ、同日は告知記念日とされ、円の外交姿勢は激しく非難された。円は独裁を強化することでこの危機を乗り越えようとし、立憲君主制的な皇帝制度へ移行し、自身が皇帝となることを望んだ。日本も、 立憲君主制には当初賛成していたようだが、中国国内で、帝政反対運動が激化すると反対に転じ、外交圧力をかけた。12月に、遠征外は、中華帝国皇帝となるが、同月中に帝政に反対する、蔡津ツ李烈ー氏、東欧次行が下野し、雲南省は、独立を宣言して、北京政府に反旗を翻した。1916年3月に、 園は中華帝国を廃止し、1916年に園は失意のうちに,に没した。第二代大総統に副総統の霊元広氏が就任し、副総統に評国省を4月には段基髄を国務総理に任命した。園政外死後の政局団基髄は当初国会の国民党議員などと提携し、調整的な政策をとっていた。しかし、第一次世界戦に 対独人選しようとしたため、徐々に国会と対立した。団は、日本の援助のもとに、強硬な政策を断行した。1917年8月14日に団は、第一次世界大戦へ、対独人選し、同時に軍備を拡張して、国内の統一を進めた。鉄道や通信等の業界を背景とする、利権集団に支えられた団は、1918年には、 国会議員改定選挙を強行した。国民党はこれに激しく対立し、南方の地方軍と共に、孫文を主犯とする関東軍政府を作った。5月に弾は、日本と日中軍事協定を結んだが、ベラウチ・内閣失脚後に、日本の外交方針が展開すると急速に、没落した。弾の暗記派と対立関係にあった、直令派の表国省は、 女性賞を大総統に推薦し、団もこれを受け入れた。これにより、親日的な暗記派は徐々に影響力を失い、1919年5月4日には、三島半島での主権回復と反日を訴える、デモ行進が始まった。これを5.4運動という。なお、三島半島は1922年に返還された。 1920年7月の安直戦争で、直霊派に敗れたことで団は失脚し、笹ぐじか戦争を経て、張作林が北京政府の実権を掌握した。革命家、孫文国民革命の放棄に港事件で、中国軍の支援を受けた赤軍の攻撃により、焼け落ちた日本領事館、遠征外により、国民党が非合法化された後、孫文は1914年7月に、 中華革命党を東京で結成した。1919年には拠点を上海に移し、中国国民党と解消した。1921年には上海で中国共産党が成立した。これらの政党は1918年のロシア革命の影響を受けており、議会政党というよりも明確な計画性と組織性を備えた革命政党を目指した。 1924年に国民党は第1回全国大会を行い、党の組織を改編するとともに共産党との合同を打ち出した。孫文はこの頃全く機能していなかった国会に代わって国内の団体代表による国民会議を提唱し、これにこうした表国賞により北京に迎えられた。1925年には、 国民会議則正会が開かれたが、この会期中に孫文は没した。7月には、関東軍政府で気候再編が進み、中華民国国民政府の成立が宣言された。一方で1924年6月には、蒋介石を校長として、候補軍官学校が設立された。1925年4月に、国民革命軍が正式に発足され、国民党は、 小解析を指導者として、軍事的な革命路線を推し進めることとなった。1926年7月に、小解析は、甲州から北伐を開始したが9月に、イギリス軍によって万県市街が砲撃される事件が起きた。1927年1月には、武漢に政府を移し、武漢国民政府と呼ばれるようになった。この武漢国民政府では、 当初国民党左派と共産党が優位にあったが、同年3月に南京事件が発生すると諸外国と緊張状態に陥った、小介石は4月12日上海クーデターを起こして、これらを弾圧し、4月18日には反響を前面に打ち出した南京国民政府を別個に成立させた。南京国民政府は主に上海系の資本家に支えられ、北京、武漢、 南京に3つの政権が定立することになったが、9月頃から武漢政府も反響に転じ、南京政府に吸収された。1928年6月には南京政府の国民革命軍が北京政府を打倒し、東北軍閥の張作林が法天近郊で日本の関東軍により爆殺された。これを受け、12月に、 息子の長学寮も南京政府を承認したことから国民政府によって中国の政権は再び統合された。国民党の一党独裁と中国統一への道、小介石国民政府においては基本的に国民党の一党独裁の立場が貫かれた。しかし一般党員の数は50万人以下であったとされており人口が4億を超えると推測されていた。 中国国民の中ではかなり少数であった。そのため、支配基盤が完全とはほど遠く、土地税を中心として、地方政権の財源を確保する国地核分政策が実施され、かつての軍閥による拡挙的傾向が未だに強い地方勢力に配慮するようなこともなされた。1929年には、ソ連軍が内満州に侵攻し、ハバルフスク議定書が結ばれると、 ソビエト連邦の影響力が強まった。1930年代前半には国民政府に反旗を翻す形で地方政権が樹立される例が多くなり軍事衝突なども起きた。1930年に遠釈山と王朝明が中心となった北平政府や1931年に孫からが設立した公州政府等である。ただしこのような軍事的緊張は 国民政府の中央軍を掌握していた蒋介石の立場をより強固にすることにもなった。蒋介石は経済政策でも手腕を発揮して影響力を増し、中国は南京国民政府の樹立から日中戦争勃発までの間に黄金の10年と呼ばれる発展期を迎えた。満州国の成立満州国皇帝愛新閣羅、不議長作林が 関東軍に爆殺された後を継いだ、長学良は国民革命を支持しており、自身の支配していた内満州を国民政府へ合流させた。このために、反日運動が内満州にも広がったが、日本は日露戦争以降に獲得した内満州における権益を維持しようとしていたために、これに大きく反発した。1931年9月、満州事変が起こると、 関東軍は日本政府の意向を無視して大規模な武力行動を行い内満州を占領した。しかし列強はこれを傍観する姿勢を取ったので日本政府はこの行動を追認した。満州事変を受け中国政府は日本の内満州占領を国際連盟に提訴し1932年3月に国際連盟から立トン調査団が派遣された。関東軍は 同時期に満州国を樹立して内満州の中国からの分離を進めたが1933年2月に国際連盟の総会で不義され成立した最終報告書では日本の内満州における特殊権益を確認した上で旧過国条約の原則に基づきない満州は中国に帰属すると認定された。ただし日本が最終報告書の成立を不服として 国際連盟を脱退したために、関東軍は内満州の占領を解かず、日本の内満州における軍事行動は1933年5月に日中間で停戦協定が結ばるまで続いた。その後、1934年には、満州国は帝政に移行し、満州帝国となった。日中の対立化1931年に、随近で中華ソビエト共和国を樹立していた。 中国共産党は満州国建国時に日本へ宣戦線復告していたが国民党との抗争に忙しく中国国民で一致して日本の侵攻に立ち向かうことはできなかった。1934年には瑞金が国民党の攻勢により陥落し打撃を受けた中国共産党は調整と称して西部に移動し組織の再編を図った。調整の結果 中国共産党は延安に拠点を移した。満州事変で内満州をほぼ制圧した日本軍は列強の注目を内満州からそらすことを目的の一つとして1932年1月に第一次上海事変を起こした。事変は5月に上海停戦協定を調印して終結したが、調印直前に上海天調節爆弾事件が発生した。 日中戦争の8年1937年には、六甲橋事件、第二次上海事件や中華民国軍による通襲事件などにより、在留邦人やその守備隊が攻撃されたことから、日本軍は中国本土に在留邦人保護のために部隊を派遣した。これにより、中華民国と全面戦争に入った。これに対し、小介石は当初日本との戦いよりも、 中国共産党との戦いを優先していたが、西安事件により、二つの政党が協力して、日本と戦闘を交えることになった。カイ路会談に出席した、蒋介石とアメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領、イギリスのウィンストン・チャーチル首相しかし、日中戦争は当初日本軍優位に進み、日本軍は多数の都市を占領したが、 各拠点支配はできても広大な中国において大陸面での支配はできず、これを利用した国民党軍、共産党軍ともに各地でゲリラ戦を行い、日本軍を苦しめ、戦線を膠着させた。日本は王朝明ら国民党左派を懐柔し、南京国民政府を樹立させたが、国内外ともに支持は得られなかった。また、南京事件が起こった。 加えて1941年12月、日本はアメリカやイギリスとも先端を開いたが、一方で中国で多くの戦力を釘付けにされるなど苦しい状況に落ち込まされた。国民党政府は連合国側に所属し、アメリカやイギリスなどから豊富な援助を受けることとなった。1945年8月、日本政府のポツダム宣言の受諾とともに、 日本軍が降伏することで、対日戦争は終結した。また、8月14日には、中蘇友好同盟条約を締結する。国民党政府は連合国の一国として、大きな地位を占めていたこともあり、戦勝国として有利な立場を有することとなり、日本だけでなく、ヨーロッパ諸国も、香港やマカオを除く疎開を返還するなど、中国の反植民地化は終わりを見せた。 戦乱再起、国境内戦の戦渦日本との戦争が終結すると、国民党と共産党との対立が激化して、再び国境内戦が始まった。国民党を台湾への留保アメリカからの支援が減少した国民党に対して、ソビエト連邦からの支援を受けていた中国共産党が勝利し、1949年10月1日に毛沢東が、 中華人民共和国の成立を宣言した。内戦に敗れた中国国民党を率いる中華民国政府は台湾島に撤退し、現在に至るまで大陸を統治する中国共産党率いる中華人民共和国と中国を代表する正当な政府の地位を争っている。社会主義化と冷戦化での共産側への参加、建国宣言を行う毛沢東1950年に、 ソビエト連邦と中ソ友好同盟相互援助条約を締結した。これは、日本及びその同盟国との戦争を想定して、なされたものである。この条約で、ソ連が咀嚼していた大連、旅順が返還され、ソ連の経済援助の下で復興を目指すこととなった。条約の締結により、中国の軍事上の体操依存は強くなった。この時代の中華人民共和国を、 ソ連のアメリカに対する干渉国家あるいは衛生国家とみなすことも可能である。しかし、徐々にデタント政策へと展開し始めていたソ連の対外政策は中国共産党政府の中華民国に対する強硬政策と明らかに矛盾していた。1953年より社会主義化が進み人民政治協商会議に代わって全国人民代表大会が成立。 農業生産合作者が組織された。反動粛清ソ連のヨシフ・スターリンの死後、1956年にフルシチョフによってスターリン批判が行われると、東欧の社会主義国に動揺が走った。中国共産党政府も共産権にある国としてこの問題への対処を迫られ、この年初めて開催された、当全国代表大会では、毛沢東思想という文言が、 党規約から消えた。そして、2ヶ月にわたり、百科政法、百科総名と称して、中国民主党などのブルジョワ政党の政治参加が試みられた。しかし、ブルジョワ政党が、中国共産党政府による一党独裁に対して、激しい批判を噴出させたため、逆に共産党による、反右派闘争を弱気し、一党支配体制は強められた。 大躍進政策1958年に毛沢東は大躍進政策を開始し人民公社化を推進した。当初はかなりの効果を上げたかに見えた人民公社であったが、党幹部を意識した古代報告の存在、極端な労働平均化などの問題が開始3ヶ月にしてすでに報告されていた。毛沢東はこのような報告を右派的な日和未主義であり、 過渡的な問題に過ぎないと見ていたため、反対意見を封殺したが、あまりに急速な人民公社化は、都市人口の異様な増大など深刻な問題を引き起こしていた。1959年と1960年には、大躍進政策の失敗と天災が重なり、大規模な基金が中国を襲い、少なくとも2000万人と言われるが死者を出し、大躍進政策も失敗に終わった。 1960年代初頭には人民公社の縮小が行われ、毛沢東自身が自己批判を行うなど一見調整的な時期に入ったように思われた。劉少期が第二次五カ年計画の失敗を人民公社による文献的傾向にあると指摘し、中央集権を目指した政治改革、個人経営を一部認めるなど官僚主義的な経済調整を行った。 中ソロン戦と大祖自立解放でこの年、中国共産党政府は台湾海峡で中華民国に対して大規模な軍事行動を起こし、アメリカ軍の介入を招いた。フルシチョフは中国共産党政府の強硬な姿勢を非難し、また自国がアメリカとの全面戦争に引きずり込まれないように努力した。ソ連はワルシャワ条約機構の東、アジア版とも言うべき、 中ソの共同防衛体制を提案したが、中国共産党政府はソ連の対外政策への不信からこれを断った。その後、1959年6月ソ連は中ソ協定を一方的に破棄した。1960年には経済技術援助条約も打ち切られ、この年の中国の GNP は1%も下落した。ただし、党組織の中央集権化と、 個人経営に会議的であった毛沢東はこれを中正主義に陥るものであると見ていた。1963年に毛沢東は社会主義教育運動を提唱し、下部構造である農村の基礎組織の3分の1は地主やブルジョア分子によって散脱されていると述べた。これは流暢期ら実験派を案に批判するものであった。また、 この頃の毛沢東は文芸政府運動と称して学術界、芸術界の刷新を計画していたことも後の文化大革命の伏線となった。1964年に中国は核実験に成功し軍事的な自立化に大きな一歩を踏み出した。一方で1965年にアメリカによる北爆が始まりベトナム戦争が本格化すると 軍事的緊張も高まった。1965年、中華人民共和国がコンフォーに加盟した。チベットでは独立運動が高まったが、政府はこれを運動家に対する拷問など、暴力によって弾圧した。このため多数の難民がインドへ流入した。文化大革命の時期前期天安門広場は中華、人民共和国時代にも多くの歴史の舞台となった1966年に、 毛沢東は文化大革命を提唱した。毛沢東の指示によって中央文化革命章祖が設置され、北京の青少年によって革命に賛同する組織である公衛兵が結成された。毛沢東は造反有利という言葉でこの運動を指示したので、公衛兵は各地で組織されるようになった。毛沢東は文革の目的をブルジョア的反動主義者と 実験派であるとし、劉少奇とその支持者を攻撃対象とした。毛沢東は林表の掌握する軍を背景として劉少奇を失脚させた。しかし文化大革命は政治だけにとどまることがなく広く社会や文化一般にも批判の矛先が向けられ反革命派とされた文化人を吊るし上げたり反動的とされた文物が破壊されたりした。 1966年の末頃から武力的な闘争が本格化し、地方では党組織と後衛兵との間で武力を伴った激しい権力闘争が行われた。毛沢東は秩序維持の目的から軍を介入させたが、軍は毛沢東の意向を組んで後衛兵などの中国共産党左派に加担した。中央では周恩来らと文革少佐の間で、 権力闘争が行われた。1967年の後半になると、毛沢東は内乱状態になった国内を沈めるために軍を、公衛兵運動の基盤であった学校や工場に中屯させた。この時期軍の影響力は極端に増大し、それに伴って林兵が急速に台頭した。1969年には、 中祖国境の陳鳳島で両国の軍事衝突があり、軍事的緊張が高まったこともこれを推進した。同年採択された陶器役で林表は毛沢東の後継者であると定められた。後期文化大革命は後期になると国内の権力闘争や内乱状態を引き起こしたが、最終的に文化大革命は1976年の毛沢東死去で終結した。 文化大革命では各地で文化財破壊や大量の殺戮が行われ、その犠牲者の合計数は数百万人とも言われている。また学生たちが過放され農村で働くなど、生産現場や教育現場は混乱すると、特に産業育成や高等教育などで長いブランクをもたらした。一方この時期、ソ連に敵対する中国共産党政府は同じく、 ソ連と敵対する日本やアメリカなどからの外交的承認を受け、この結果、1971年に国際連合安全保障理事会の常任理事国のチーも台湾島に配送した中華民国政府に代わって手にするなど国際政治での存在感を高めつつあった。改革開放以後返還された香港は一国二制度の下で中国経済の権威都市になっている。 毛沢東の死後、一旦、過国法が権力を継承したが、1978年12月、第11期三中全会で、東昌平が政権を掌握した。東昌平は、政治体制は、共産党一党独裁を堅持しつつ、資本主義経済導入などの改革開放政策を取り、近代化を推進した。この結果、香港ほか日米欧など、 西側諸国の外資の流入が開始され、中国経済は離陸を始めた。1990年代には、郝拓民政権の下で、鄧小平路線に従い、経済の改革開放が進み、特に安価な人権費を生かした、工場誘致で、世界の工場と呼ばれるほど経済は急成長した。なお、1997年に、イギリスから香港が、 1999年にポルトガルからマカオがそれぞれ中華人民共和国に返還され、一国二制度の下、植民地時代に整備された経済的、法的インフラを引き継ぎ、中華人民共和国の経済の大きな推進役となっている。人口、面積ともに世界的な規模を有することから、アメリカの証券会社であるゴールドマンサックスは、 中華人民共和国は2050年に世界最大の経済大国になると予想するなど、現在中国経済の動向は良くも悪くも注目されているが、低賃金による大量生産を売り物にしてきた経済成長は賃金上昇、東南アジア諸国やインドの追い上げなどで限界に達しており、産業の高度化や高負荷価値化などの難題に迫られている。また、 各種経済統計も中国共産党政府発表の、それは信憑性が乏しいと諸外国から指摘されている。各省など、地方も独自の産業振興策に走り、中国共産党中央政府に対して、経済統計の水増し発表や災害などの情報隠蔽を行うなど、統計や発表の信憑性不足に拍車をかけている。 天安門事件1989年には、北京で1980年代の改革開放政策を推進しながら失脚していた雇用法の死を痛み、民主化を要求する学生や市民の100万人規模のデモが起きたが、これは政府により武力鎮圧された。その一連の民主化運動の犠牲者数は、中国共産党政府の報告と諸外国の調査との意見の違いがあるが、 数百人から数万人に上ると言われている。しかし、中国共産党政府はこの事件に関しては、国内での正確な報道を許さず、事件後の国外からの避難についても、虐殺の正当化に終始している。この事件以降も、中国共産党政府は、情報や政策の透明化、民主化や法整備の充実などの国際市場が要求する、近代化と、 市民による暴動や国家分裂につながる事態を避けるため、内外の報道機関やインターネットに統制を加え、反政府活動家に対する弾圧を加えるなどの前、近代的な動きとの間で揺れている。一党独裁の中国特色社会主義、冷戦崩壊後に複数政党による選挙や言論の自由などの民主主義化を達成した中華民国と違い、未だに 中国共産党政府による一党独裁から脱却できない中華人民共和国には多数の問題が山積している。一党独裁の弊害により官僚の腐敗が深刻化している。改革開放によりイデオロギーが退調した結果、幹部はひたすら金儲けに走るようになった。共産党幹部が自身の所持している工場で人民を奴隷同様に扱い労働に 従事させるといった事例もあった。これらのことより、中国共産党の一党独裁による言論統制や、急激な経済発展に伴う貧富の格差、地域格差の拡大、官僚の腐敗など、国内の歪みを放置し続ければ、いずれ内部崩壊を起こして、再度混乱状態に陥り、かつてのソ連と同様に、中華人民共和国という国家体制そのものが解体、 消滅するという意見も多い。引退した中国の革新的ブレインや複数の共産党幹部は動乱は必ず起こる。相当多くない将来にだと発言したとされ、体制内の人間たちも現在の中国に危機感を抱いていることが明らかとなった。中華人民共和国の現状その後、胡錦濤政権、習近平政権と続いている。また中国は、 国際連合安全保障理事会の常任理事国の権利を保持する大国で、さらに経済成長が著しいため、体制が崩壊しなければ長級大国として、君臨すると思われる。人権問題中国は、人権問題でアメリカと対立がある。近年では、大国復活への道を歩むロシアと、再び関係強化を強め、さらに、ベネズエラ、イランとも、 友好的であり、さらに人権弾圧国家とされる北朝鮮、ミャンマー、スーダン、ジンバブエを支援し、アメリカからの経済制裁中のキューバとは貿易は密接になっている。中国は欧米から経済制裁を受けている国や反米路線を取っている国に敵の敵は味方の理屈で支援して友好を深めている。 これは中国が友好国を増やすための派遣主義だと思われるが逆に国連安保理の常任理事国である中国が後ろ盾になることが反米国家のメリットになる。そして近年イスラム教テロリストが中国製の武器を使用していることが明らかになり第三国から横流しした疑惑がある。また中国は2008年以降の世界。 同時不協和においても軍事費の増大は、とどまるところを知らず、一党独裁を見直す気配もない。ただし、米中関係は、経済的には、非常に密接であり、中国は、アメリカ国際最大の保有国でもあるため、ロシアと違い露骨な反米でない。少数民族の独立心境ウイグル自治区では、寒化政策の進展によって、漢民族が、同地域へ大量に流入する一方、 少数派のウイグル人は生活が厳しく都市を中心として就職などに有利な中国語教育の充実によりウイグル語が廃れるなどの民族的なマイノリティ問題が発生している。また、タクラマカン砂漠の石油資源利用や新疆南北の経済格差が広がっているなど中国共産党政府の経済政策に対する批判も根強い。1997年には 新疆ウイグル自治区で大規模な暴動が起きた。海外で東トルキスタン独立運動が行われている一方、国内でもウイグル人活動家の処刑などが行われている。ウイグル人の間でも民族自治における権限拡大という現実主義的な主張も現れている。例えば中国語教育を受けたウイグル人が中国共産党組織に参加する。 新疆での中国共産党政府の経済政策に積極的に参加するといった事例も見られる。チベット自治区では歴史的なチベットの主権を主張するガライラマの亡命政権が海外に存在し、中国共産党政府が不法な領土選挙をしていると訴えるとともに独立運動が継続されている。中国共産党政府はこれを武力で弾圧し続け、 独立運動会の拷問などを行い、経済的に不利なチベット人の生活も困窮したために、多数の難民が隣国のインドに流入した。2008年3月14日には、チベット自治区ラサで、中国政府に対する僧侶や、市民の抗議行動が激化し、中心部の商店街から、出火、武装警察などが鎮圧に当たり多数の死傷者が出た。1989年に、 戒厳令が敷かれた時の騒乱以来最大の規模となった。外国メディアだけでなく中国の国営メディア進化者、通信も報じた。北京オリンピックに向けた時期にチベット問題を国際世論に訴えようとするチベット独立派の意図が背景にあるとされる。中国政府は翌15日から外国人と一般の中国人の自治区入りを禁じる措置を取るとした。 チベット亡命政府によると確認されただけで、死者は少なくとも80人はいると発表された。それと同時に、世界各国の中国大使館前でも中国政府への抗議活動が繰り広げられた。台湾問題敵対している中華民国との間にも、経済的な交流が進み、両国の首都である北京台北間に直行便が就航するまでになっている。2008年12月には、 三通が実現した。また、三通により、県運の中とも言える中体関係は密接となり、例えば台湾人が本土就職し100万人も中国に在住したり、さらに多数の香港人が職を求めて本土に移住するといった現象も起きている。中華民国、中華人民共和国、香港、マカオ、シンガポール、マレーシアなどの過人社会を、 大中華圏と評している。以下のデータは主に、要学部通、計画性育ゼが国人講師発展的必然による。封建制度院、州の時代は、封建制度によって、一定の直轄地以外は、間接的に統治された。軍権制中国最初の統一王朝である旗は、全国を軍とその下級単位である県に分ける、軍権制度によって、征服地を統治した。 前漢初期においては、軍以上に広域な自治を認められた行政単位である国が一部の行進や皇族のために設置された。しかし徐々に国の行政権限が改修されるとともに、水温政策によって国の細分化が進められ、国は軍権と等しいものとなり、五漢時代には実質軍権制度そのままとなっていた。前漢時代に広域な観察制度としての指示制度が、 始められると全国を13州に分けた。これは未まだ行政的なものではないと考えられている。五官の後の議王朝では官僚登用制度としての区本官任法が249年に芝居によって州単位で行われるように適用されたので行政単位として軍以上に広域な州が現実的な行政単位として確立したと考えられている。しかし、軍政面と 管理東洋面の他にどれほど地方行政に貢献したかはあまり明確ではない。都特性と特性は軍府による広域行政制度の略称。疑心時代の進むには都督府などの軍府の重要性が高まった。午後16国及び南北朝時代になると中国内部で複数の王朝が各挙し軍事的な緊張が高まったことから特に南朝において重要性が増した。 これは本来特定の行政機関を持たなかったと思われる志士に対して、軍事的に重要な地域の志士に、例外的に複数の州を統括できる行政権を与えたものであった。長官である不市は、俗領の選定に対して大幅な裁量権が与えられており、そのため地方で自治的な支配を及ぼすことができた。また南朝では、精神末期から、 管理東洋において州は境外化しており、利部省所によって完成における中央州県下が進行している。したがって中世間も単なる地方管理に過ぎなくなり、広域行政単位としての州は管理東洋の面からは重要性が低下したが、地方行政単位としてはより実際性を帯びた。この時代、州は一般に細分化傾向にあり、南北朝前期には、 中国全土で50の60州、南北朝末期に至ると、中国全土で300州以上になり、一つの州がわずか2軍、一つの軍はわずか2から3県しか含まないという、ありさまであった。州鎮西南朝では、都督制度が発達していた頃、北魏では、州鎮制度が発達した。北魏では、征服地にまず軍事的性格の強い鎮を置き、鎮は、 一般の平民と区別され、軍籍に登録された、陳民を霊属させて支配した。陳は徐々に州に改められたようであるが、北部辺境などでは、陳がずっと維持された。583年に隋の文帝が軍を廃止、州県に級の行政制度を開始した。この際従来の軍府制度にあった、関大地方制度的な九州市,市系統の地方官は廃止され、 軍府系統の地方間に統一されたと考えられている。595年には境外化していた中政官も最終的に廃止されたという指摘もされている。またこれにより、府主の続官任命権が著しく制限され、中央集権化が図られた。党では辺境を中心に広域な集鎮的軍府で、ある総館府が置かれたが徐々に廃止され、死死制度に基づいた。 地方軍的軍府、それに中央軍に対するリブの人事権が強化、一元化され、軍事制度の中央集権化が完成された。特定の州に摂政府が置かれ、自衛農民を中心として不平が組織され、常備地方軍とされた。党では、州の上20の道も設置されたが、これは観察区域で行政単位ではないと考えられている。律令制度この制度は初めて、 軍事力のみに地域を管理するではなく、国全体の法律や、文官も地方に浸透された。また、日本の奈良時代の制度に影響を与えた。強みき弱枝制度業、小生行政区分業政区分業政区分、中国大陸の省朝は、全近代まで、基本的に東アジアでの優越的な地位を主張し、外交的には大国として、 近隣諸国を従属的に扱う作法体制が主流であった。官庁には南越、古史、英史朝鮮などが艦の総主権下にあったと考えられ、これらの国々は艦の作法体制下にあったと考えられている。全艦部帝の時にこれらの諸国は征服され、軍権に編入された。このことは艦の作法が 必ずしも永続的な作法秩序を形成することを意図したものではなく、機会さえあれば実行支配を及ぼそうとしていたことを示す。また強度は基本的には作法体制に組み込まれず、強度の前後と中国王朝の皇帝は原則的には対等であった。大臣や大月氏などとの外交関係は作法を前提とされていない。立心南北朝には、 中国王朝が分立する事態になったので、作法体制は変質し実行支配を意図しない、名目的な傾向が強くなったと考えられている。朝鮮半島では航空をはじめとして中小国家が分立する状態が現れ、日本列島の古代国家も半島の紛争に介入するようになったために、半島の紛争での外交的優位を得るため、これらの国々は、 積極的に中国王朝の作法を求めた。しかし、航空が北朝の実行支配には頑強に抵抗しているように、あくまで名目的関係に留めようという努力がなされており、南越と古市の紛争において行われたような中国王朝の主導による紛争解決などは期待されていないという見方が主流である。再び、 中国大陸を統一した隋朝の時代は、東アジアの作法体制が最も典型的となったという見方が主流である。隋は高栗がリが緑に突決と通行し、返境を犯したことからこれを討伐しようとしたが、遠征に失敗した。唐は、白木と連合し、高栗クリ、ダラを滅亡させ、朝鮮半島を集権支配しようとしたが、白木の抵抗にあい、 朝鮮半島から撤退したため、願いは叶わなかった。従って、つい、党の作法は、実行支配とは、無関係に形成されるようになった。党の作法体制の下では、実令的な政治体制、仏教的な文化が共有された。一方、特決や西域諸国が服属すると、それらの地域に対する支配は直接支配としての、集権。 外交支配としての作法とは異なった、機微政策が行われた。モンゴルを草原に駆逐した明朝は、作法体制を採用、また、海岸部を暴れる和光の対策として、解禁政策を採用した。南朝の金長信号や足利幕府の足利義満に対し和光の取り締まりを要求している。南北朝を統一した足利義満は自ら、日本国王信元道義と名乗り、 作法体制に入り、官豪貿易を開始した。官豪貿易は、足利幕府の手から次第に、堺の豪商と手を組んだ細川氏、博多の豪商と手を組んだ大内氏に実験が移り、1523年には、寧波の乱により大内氏が貿易を独占、東春方が、大内義高を1551年に殺害するまで続いた。 英楽カドは、寒岸の帝和を南海に派遣した。帝和の戦団は、東南アジアから東アフリカ沿岸までに進出し、キリンなどの珍品を中国にもたらした。英楽カドはまた、モンゴル討伐の遠征を行っているが征服には至らなかった。英楽帝没後、明は、対外拡張路線を縮小した。1449年の土木の変でエセンハーンが、 政党三角を捕獲するに至り、明は、北方の侵略に苦しむようになった。また、海岸部でも和光が攻勢を強めており、対策に苦慮するようになった。豊臣秀吉の朝鮮出兵に対して、李氏朝鮮を支持し介入することになるが国を傾けることとなり、女神族のヌルハチに去る穂の戦いで負けると、国の体制は一気に進んだ。ありがとうございます。